皆さんこんにちは。今日は何飲む？何飲むアットホームです。今日のアイテムはこちら、アサヒビアリー、そして再販開始、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶。まずは再販開始になりました、アサヒスーパードライ生ジョッキ缶。とりあえず開けてみましょう。もこもこ上がってくるこの泡がいつ見ても楽しい。乾杯までの時間も楽しめるって最高。なんでもこの缶の内側に秘密があって、特殊な加工がしてあるそうです。温度変化に反応するということなので、泡が減ってしまったら手のひらで缶を温めると泡が復活するそうです。一気に飲んじゃうから試したことはないんですけど結構きめ細やかな綺麗な泡が立つんですよね。さてさて、いい感じの泡なので乾杯しましょう。乾杯。おいしい。なんてったって中身はスーパードライですからね。何飲むアットホームでも以前レビューしていた生ジョッキ缶、6月で一旦終売となってしまいましたが帰ってきましたよ。イエーイ。発売当初買えなくて楽しみにしていた人も多かったんじゃないでしょうか。ただ今回も8月から12月までの数量限定販売となっていましたから、見つけたらぜひ買って飲んでみてください。あー美味しい。さて次のアイテムはビアリー、首都圏限定発売を経てやっと全国発売。とりあえず乾杯しますか。乾杯。味わいはちょっとフルーティーさが感じられて、ノンアルコールビールみたいな香り、炭酸が少し強めな気がしますね。飲み応えが感じられます。アルコール感はやっぱり感じられないです。鼻に近づけた時に感じるアルコールの香りもしません。何がすごいってアルコール度 0.5% の清涼飲料なんです。お酒に関する法律によると、アルコール度 1% 未満の飲料については清涼飲料として分類されます。清涼飲料なのにラベルに堂々とアルコール度が書かれているなんてなんだか不思議アルコール度が低いと単純に酔いにくいので、何かしながらに向いてるんじゃないかな。趣味を楽しみながらとか、読書しながらゆっくりと長い時間を楽しむビールという感じです。家にいる時間が増えたこの時代だからこそのアイテムですよね。微アルコールのビアリー、ながら飲みにはもってこいのアイテム。ただ清涼飲料に分類されているからといって未成年が飲んだり、もちろん運転前なんて絶対にダメですよ。生ジョッキ缶はコンビニにいつの間にか並べてありました。もっと CM してほしかったなさて今回のアイテムはいかがでしたか。この動画気に入ってくれたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。次回の何飲むアットホームもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。